今日はどんなお料理でしょうか。今日は、ね、土鍋のサンラータンですね。ちょっとまだ寒い日もありますから、そうですね、温まりたいですね。芯から温まってもらおうと、はい。人参は千切り、チンゲン菜とキノコは食べやすい大きさにしておきます。暑いところ入れると大変なんで、冷たいところにも入れて、ネギですね、はい、入れて香りをつけていくんですね。長ネギを中火で炒め、香りを引き出します。醤油をこのところに入れてもらって、ここで強火にしてもらって、はい、はい、お酒、酒、はい、あとお酒も一緒に入れてもらって、はい、鍋肌ちょっと焦がしながら、こうすることによって醤油のあのえぐみとか消えてまろやかなスープ。沸騰させ雑味を飛ばしたら中華スープを加えます。そこにたっぷりのキノコ、人参、チンゲン菜、5ミリ幅の拍子切りにした豆腐を入れ煮込んでいきます。お砂糖ですね。はい。うまみ調味料。はい。さらに白胡椒を入れ味を整えたら沸騰するまで煮込みます。じゃあこの沸いたところに青みですね、はい、最後の葉っぱの部分、はい、火の通り違うんでね、入れてもらって、うん、水溶き片栗粉で軽くとろみをつけ沸騰させます。完全に沸いたところに、はい、卵を、はい、卵ですね、はい、回しかけて、はい、一旦こうしたら下からこうすくい上げるように、あんまりガチャガチャやっちゃうとあの溶き卵みたいになっちゃうんで、こう卵がこうね残ってるぐらいしていただけるといいと思います。そしたら火を止めて、はい、そこでお酢ですね。止めてからですか。止めてから入れないとね酢が飛んじゃうんでね。あ、香りとか味が飛んでしまうんですね。土鍋に移し沸騰するまで煮込みます。はい、今沸いてきましたんでね、はい、そしたらここに最後ラー油を回しかけていただいて、香りの三つ葉をねもりのっけてもらって、ね、寒い冬にぴったりの土鍋サンラータンです。うんうんうん、酸味と辛味がかなり効いてますけれども、もう豆腐やキノコが口当たりまろやかでとってもいいバランスですね。ものすごく卵がふわふわです。この辛さがやみつきになりそうです。炎で料理ショー、次回は海鮮中華茶碗蒸しです。お楽しみに。